の YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェアよろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップと動画の画面の下にある、サンクスボタンからも応援よろしくお願いします。旧 Twitter の X も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今更なんだが、ネットが普及して本当に良かったんだぜ。今日は、いつも以上にハイテンションね。どうしたの？実は、ネットがなければ、絶対に手に入らなかった情報を手に入ることができたんだぜ。どんな情報よ？実は、袋ラーメンを美味しく食べるレシピというものを見つけて試してみたんだ。そうしたら、信じられないほどデリシャスなラーメンに大変身。これは、ネットがなければ、絶対にわからなかったレシピなんだぜ。ネットがなければ、知ることができなかった。つまり、私は、この味を知らないまま一生を終えていたかもしれない。それを考えれば、最高の時代に生きていると言っても大げさじゃないんだぜ。大げさすぎるわよ。どんな重要な情報を手に入れたのかと思ったら、袋ラーメンを美味しく食べるレシピって、なんだ？その顔は？ネットがなければ、知ることができなかったかもしれないんだからな。霊夢は、この重要性が理解できないのか？落ち着きなさい。確かに、魔理沙の言う通りネットが普及したことで、世の中は大きく変わった。ネット普及前と比べると、アクセスできる情報は比較できないほど増えたからね。そういう意味じゃ、袋ラーメンを美味しく食べるレシピも、ネットがあったからこそ手に入れられた情報と言えるかもしれないわね。そうだろ？ネットが普及する前は、テレビやラジオ、新聞や本くらいしか情報の入手先はなかったんだからな。そう。だからこそ、ネットは大きな武器になるのよ。ただ、この重要性を理解できていないと、せっかく増えた情報を上手にキャッチできない危険性があるの。武器？上手にキャッチできない？何を言っているんだ？それは、今回のニュースを理解できれば見えてくるはずよ。それじゃ、今回は新型コロナワクチンの光と影に関するニュースを詳しく解説していくわね。それじゃ、ゆっくりしていってね。それで、今回はどんなニュースを解説してくれるんだ？今回、解説するニュースはコロナワクチンの光と影に関するニュースよ。光と影？魔理沙は、コロナワクチンのメリットについて理解している？もちろんなんだぜ。ワクチン接種が開始した時、テレビで散々解説されていたからな。確かに、ワクチン接種が開始された時は、多くの専門家がテレビでワクチンの有効性について解説していたわね。感染拡大や重症化を防ぐためには、ワクチン接種率が重要になると専門家が解説しているのを見て、やっと感染拡大の恐怖から解放されると安心したんだぜ。それじゃ、リスクについてはどう？リスク？そう。ワクチンは、コロナワクチンだけじゃなく、すべてのワクチンに、ベネフィットリスクが存在している。だからこそ、リスクについて知っておくことも大切になるの。副反応ってことだよな？それは、知っているんだぜ。ワクチン接種した人の中には、発熱した人もいるというニュースを見たからな。それに、私の周りにも接種後に熱が出たという人もいたんだぜ。接種後に熱が出たという人は SNS でも多く確認できるから、知っている人も多いかもしれないわね。それじゃ、接種後に生じた健康被害が長期化して苦しんでいる人がいるという話は知っている？その件に関しては、このチャンネルでも何度も解説しているから覚えているんだぜ。そうね。これまでに何度も接種後に生じた健康被害に苦しんでいる人がいることを解説してきた。でも、主な情報源がテレビや新聞しかない人はどうかしら？それは、中には知らない人もいるかもしれないな。だって、テレビや新聞では、そういった情報を大々的に報道していないからな。そうね。どういう理由があるのかわからないけれど、テレビや新聞はワクチンのリスクについて大々的に報道しない。ワクチンのベネフィットについては、あれだけ大々的に報道していたのにね。そうだよな。あれだけ、大々的に報道していたんだから、リスクについても大々的に報道する必要があると思うんだぜ。だって、両方ともワクチンに関連する大切なニュースになるんだからな。そう。それなのに、テレビや新聞はリスクについては大々的に報道しない。これじゃ、情報の入手先がテレビや新聞しかない場合は、偏った情報しか手に入れることができないわよね。でも、それじゃ困るんだぜ。だって、
ワクチン接種は自由意志によって決めなくちゃいけないだろ？偏った情報しかないのに、判断しろと言われても困ってしまうんだぜ。そうよね。偏った情報しかないということは、判断も偏ったものになってしまうということ。だからこそ、光の部分だけじゃなくて影の部分について知っておくことが大切になるのよ。それで、影の部分というのは具体的に何を指すんだ？それが、ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しむ人がいる事実をテレビや新聞が大々的に報道しないことと、国が健康被害に苦しむ人を見捨てようとしている現実よ。ちょっと待つんだぜ。マスコミが大々的に報道しないことも大きな問題だけど、健康被害に苦しむ人を国が見捨てようとしているって、大問題じゃないか。本当に、そんなことが起こっているのか？そうなの。国は、ワクチン接種が開始されて以降、今も接種を推奨し続けている。それ自体は、問題ない。問題は、接種を推奨しているのにもかかわらず、接種後に生じた健康被害に苦しむ人をサポートしないことにあるの。一体、どういうことなんだ？詳しく説明してくれよ。まずは、コロナワクチン接種が開始されるまでの流れを簡単に説明していくわね。新型コロナワクチンが登場したのは、感染拡大が始まってから1年足らずの2020年12月、世界中の人々を恐怖と不安に陥れた未知のウイルスを抑え込むために、欧米諸国は安全確認の一部を省略する形で、緊急使用許可を出した。当時は、一刻も早くウイルスの感染拡大を抑え込む必要があると考えられていたからな。ある程度のスピード感は求められていたんだぜ。日本も、海外で使われている実績をもとに、安全審査を簡略化した特例承認の形が認められた。そして、努力義務として集団接種が開始されたのよ。日本でも、ワクチンに対する期待は大きかったもんな。発症予防効果は劇的だという風に紹介されたこともあったわね。実際、ワクチン接種が開始されて以降、変異株に置き換わるまでは陽性者の数は減っていった印象があるんだぜ。ただ、ワクチン接種した人が増えていく一方で、体の不調を訴える人も出てきたの。当時は考えもしなかったけれど、ワクチン接種が進んでいる裏で、体の不調を感じる人も増えていたんだな。そうなの。本来なら、多くの人がワクチン接種をしている状況だからこそ、こういった事実も大々的に報道しなければいけない。でも、大手メディアはこれらの事実を大々的に報道しなかった。だから、多くの人は接種後に身体の不調を訴えている人がいることを知らないまま接種していくことになったのよ。冷静に考えると、恐ろしい現実だな。ちなみに、接種後に生じた健康被害で苦しんでいる人は、どういった症状で苦しんでいるんだ？それじゃ、ここからは健康被害で苦しんでいる人の症状について詳しく解説していくわね。まず、最初に紹介するのが名古屋市に住んでいる40代の女性。女性は、ワクチン接種後に筋力の低下などを引き起こすギラン、バレー症候群を発症したの。女性によると、最初は身体の中が錆びていくような感じだったそうよ。身体の中が錆びていくような感じ。恐ろしい状態なんだぜ。歩くことが難しくなった上に、手も自由に動かせない。そんな状態になってしまったのよ。また、別の50代の女性は胸の痛みと記憶障害に苦しめられている。しかも、医師にも原因がわからないから、手探り状態での治療が続いているの。手探りの治療。つまり、効果的な治療法が見つかっていないということだよな。そうよ。症状に合わせた薬を出すといった対処療法しかない状況なの。結果、女性は今も多くの症状に苦しめられ続けているの。多くの症状？胸の痛みと記憶障害以外にも症状があるのか？起きられないほどの倦怠感や、舌一面を覆う白いカビ、それから脱毛といった症状に苦しめられているの。なんてことだ。一つだけでも辛いのに、複数の症状に苦しめられることになるなんて。しかも、舌一面を覆うカビって、どう考えても、普通の状況じゃないんだぜ。また、ある男性は歩くことができなくなってしまったの。歩くことができない？どういうことだ？男性は2021年8月にワクチンを接種したんだけど、その後、2ヶ月もの間、意識不明になってしまったの。2ヶ月も意識不明？なんで、そんなことが起こるんだ。幸いにも、男性の意識は戻った。でも、意識が戻ると腰から下が動かなくなっていたの。腰から下が動かないって、歩けないどころか、動かすこともできなくなってしまったのか、理由はわかっているのか？診断の結果、
男性は急性散在性脳脊髄炎とされた。急性散在性脳脊髄炎。急性散在性脳脊髄炎とは、脳や脊髄、視神経に散在性に炎症が起こる疾患のこと。原因ははっきりしていなくて、突発性の場合もあるとされているわ。原因がはっきりしないというのが恐ろしいんだぜ。免疫力が強くなりすぎて、自分自身の体を攻撃してしまう自己免疫という現象によって、脳や脊髄、視神経を傷つけてしまうことで発症すると考えられているの。ただ、発症後1から2ヶ月経過すると運動機能はほぼ回復するとされているわ。え？でも、そうなの。男性の場合は、8ヶ月間にもわたるリハビリ生活を送ったのに、足の感覚が戻ることはなかったの。8ヶ月間もリハビリを続けていたのに、感覚すら戻らなかったのか。それどころか、医師からは治ることはないと宣告されてしまったの。つまり、もう歩くことはできないということだよな。辛すぎるんだぜ。なんで、こんなことになってしまったんだ。足の感覚がない状態が続いたことで、男性の生活も大きく変わっていった。その生活に合わせた環境を作るために、自宅にスロープを作り、トイレをリフォームして、専用のベッドも購入したの。生活環境を作り直すには、少なくない費用がかかるんだぜ。これらのリフォーム費用は500万円を超えた。もちろん、必要となる費用はこれだけじゃない。医療費の負担も大きくのしかかってくるからね。これまでにかかった医療費は約280万円。ちなみに、これは高額医療の申請をした上での費用なのよ。経済的な負担にも苦しめられることになるなんて。でも、国は救済制度を用意しているんじゃないのか？だったら、医療費に関しては支給されるはずだろ？ええ、確かに、救済制度は用意されている。ただ、救済制度に申請するためにはカルテなど様々な書類を揃える必要があり、これらを集めるための費用もかかるのよ。自分で揃えなくちゃいけないのか。しかも費用もかかるんだな。救済制度に申請するのに小さくない手間と費用がかかる。この時点で、制度に問題がある気がするんだぜ。手間と費用をかけ、男性は様々な書類を集めて救済制度に申請した。ただ、現在も男性の申請は認められていないわ。なぜなんだ。申請が認められていないということは、男性は今も医療費を自分で支払っているということだよな。ただでさえ、長引く体調不良に苦しめられているのに、経済的な部分でも苦しめられるなんて辛すぎるんだぜ。そうよね。どのような状態であれ、生活をしていかなければいけない。だからこそ、経済的な部分だけでも不安を感じない環境を作ることが大切になるわよね。救済制度が用意されていても、機能していなきゃ意味がないんだぜ。このような状況の人がいる以上、制度を見直すことも必要なんじゃないのか。そうね。他には、ワクチン接種後に治っていた病気が再発して苦しんでいる人もいるの。え、再発？どういうことだ？40代の女性は、免疫の異常で血小板が減る特発性血小板減少性紫斑病にかかっていた。ただ、10年ほど前から症状は収まっていたの。それが、ワクチン接種後に再発してしまったのよ。10年も収まっていた症状が再発したのか。異変に気づいたのは、2021年の5月。ワクチンを接種して2日程度が経過した時だった。お風呂に入っている時に、体中にあざができていることが分かったそうなの。診断の結果、正常なら14万から40万くらいある血小板が2万5000程度しかないことが分かり、特発性血小板減少性紫斑病であることが分かったのよ。寛解状態になって落ち着いていたのに、ワクチン接種後、すぐに再発してしまったの。14万から40万程度が通常とされているものが2万5000って。現在、女性の体重は30キロ台まで落ち、点滴が欠かせない生活を送っている。点滴が欠かせない生活って、毎日、点滴を打たなければいけないということか？そうよ。薬があれば、ある程度は動けるらしいんだけど、薬がなければ動くことも難しいの。そのため、看護師の仕事を休職しているのよ。働くことができなくなると、将来に対する不安が膨らむ一方なんだぜ。ただ、女性をさらに苦しめる出来事があったの。まだ、苦しめられる出来事があるのか？現在、女性にとって点滴は欠かすことができない。しかし、腕からの点滴は詰まりやすいため、首元に医療器具を埋め込むように医師に頼んだそうなの。詳しいことはわからないが、そうすることで女性が少しでも楽になるなら、すぐに実施してほしいんだぜ。
ただ、医師はワクチンとの関連性を否定し、摂食障害という心の病であることを認めなければ手術はしないと言ってきたの。どういうことだ？なんで、そんな条件を出されなくちゃいけないんだ？摂食障害じゃないのに、摂食障害とされることで女性は精神的な苦痛を感じたそうよ。当たり前なんだぜ。なんで、こんな仕打ちを受けなくちゃいけないんだ。女性のことを考えれば、一刻も早く手術を実施してあげるのが医師の役目じゃないのか？それを、摂食障害であることを認めなければ手術をしないって、まるで、脅迫じゃないか。この背景には、ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しんでいる人に対する理解が進んでいないことが大きく関係しているの。理解が進んでいない？ええ、実際、ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しんでいる人の中には、似たようなことを医師から言われた人は少なくないの。似たようなことって、何を言われるんだ？国が認めていないものを、認めるわけにはいかない。そう言われた人は、少なくないそうよ。国が認めるも、認めないも関係ないんだぜ。ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しんでいる。だから、受診しているんだぜ。医師にそんなことを言われたら、健康被害に苦しんでいる人は、行き場をなくしてしまうじゃないか。そうね。本来、医師は患者の苦しみに寄り添う必要がある。しかし、医師の中には患者に寄り添うことなく、国の方針や考え方を優先する人がいるということ。ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しんでいる人がいることを理解できていれば、このような対応がされることはないはずよ。国がきちんと情報を発信しないから、理解が進んでいないんじゃないのか？健康被害に苦しんでいる人が、少しでも安心できる環境を作るのは国の役目なんだぜ。なんで、こんな状況が続いているんだ？国は、健康被害に苦しんでいる人がいることを知っているんだろ？もちろん、知っているわよ。接種後に生じた健康被害に関する報告書が提出されているんだからね。だったら、すぐにでも対応を進めていかなくちゃいけないんだぜ。報告書には、消化器や皮膚神経、循環器など全身にわたる多くの健康被害が示されている。ただ、評価不能とされる症状も多く存在しているの。評価不能。関連性があるのかわからないということ。評価不能とされると、救済制度の対象となることはない。だから、多くの人が救済制度の対象とされずに、体だけでなく経済的な負担にも苦しめられることになっているのよ。おかしいだろ。だって、救済制度は厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、可能性を否定できない場合は、対象とするとされているんだろ。評価不能ってことは、可能性を否定できないってことでもあるわけだから、支給対象になるんじゃないのか？言葉だけを見れば、評価不能も支給対象になると思う人もいるかもしれない。ただ、実際は支給対象とはならないのよ。実際、ワクチン接種後に亡くなられた方の場合も、支給対象となるまでに長い時間がかかっているの。亡くなった人？2021年10月に36歳の男性がワクチン接種から、3日後に亡くなったの。接種から3日後、急すぎるんだぜ。基礎疾患とかはなかったのか？男性の妻によると、男性は基礎疾患もなく健康に問題はなかったそうよ。つまり、亡くなられるまでは健康に過ごしていたってことだよな。ワクチン接種から3日後の朝に、長男が男性を起こしに行ったんだけど、起きなかったそうなの。長男が大きな声を出しても起きない。その時、男性の妻は嫌な予感がしたそうで、慌てて男性の元に行ったんだけど、すでに顔色は悪くなっていた。その後、すぐに救急車を呼んだんだけど、残念ながら帰らぬ人となってしまったの。死因は何だったんだ？死因は、血液の流れが急激に低下した急性循環不全とされた。ちなみに、当時、男性の妻は4人目となる子供を宿していたの。悲しすぎるんだぜ。その後、男性の妻は救済制度に申請したんだけど、評価不能とされていた。それまで、健康状態に問題がなかった上に、接種から3日後だったのに評価不能だったのか。ただ、男性の妻は最終的に支給対象となった。支給対象となったとしても、大切な人が戻ってくるわけじゃないけど、少なくとも経済的な負担が軽減されてよかったんだぜ。ただし、支給対象となるまでには1年以上の時間がかかったのよ。1年以上？救済制度は、迅速に救済するための制度じゃないのか？どう考えても、迅速とは言えないんだぜ。男性の妻は、1年以上も先が見えない状態で苦しみ続けた。突然、
大切な人を失うだけでも辛いのに、その上、経済的な不安にも苦しめられることになったの。一家の大黒柱を失ったんだからな。その不安は想像を絶するものがあるんだぜ。夫の死後、妻は誰かの参考になればと思い、SNS で自身の経験を発信した。これは、本来、国がしなければいけないことよ。それを国がしないから、当事者が発信するしかない。私たちは、こういった現実を知っておく必要があるの。そうだな。一人でも多くの人が知ることで、この現状を変えられるかもしれないんだからな。知ることができなければ、問題に気づくことはできない。反対に、知ることができれば、問題が見えてくるということ。だから、苦しんでいる人の声に耳を傾ける必要があるのよ。こういった役目は、本来、テレビや新聞などが担わなければいけない。ただ、テレビも新聞も影の部分を大々的に報道することがない。一昔前なら、こういった情報はテレビや新聞が大々的に報道しなければ知られることがなかった。でも、今はネットが普及したおかげで個人でも情報を発信することができる。しかも SNS を使えば、情報を拡散することもできる。そうか。そういう意味で、ネットは大きな武器になるということなんだな。そうよ。ワクチンは、私たち国民全員に関係すること。そして、接種するのか、しないのかは、個人の自由意志によって選択しなければいけない。だからこそ、光の部分だけじゃなくて、影の部分にも目を向けることが大切になるの。偏った情報しかない状態だと、自分の選択を後悔する可能性もある。そのような状態にならないためにも、少しでも多くの情報を集めて、総合的に判断しなければいけないの。テレビや新聞が、偏った情報しか大々的に報道しないことが分かった以上、私たちは新しい武器を使って情報を集めていく必要があるはずよ。それが、私たち自身を守っていくことになるんだからね。それじゃ今日はここまでなんだぜ。また次の動画でお会いしましょうだぜ。ご視聴ありがとうございました。